こちらはですね今日の西日本鉄道林田社長の会見です今日の主なポイントです一つ目は来年春開業予定の新福岡ビルに天神最大級の食堂がオープンしますはい。ランチのお値段もお手頃になりそうなんですね二つ目は西鉄本社オフィスを新福岡ビルに移転およそ六年ぶりに天神に戻ってきます 一部を除いて個室の役員室もなくし、場所に縛られない働き方を目指すということです。3つ目は、西鉄久留米駅ビルが開業55年目の大変身と称して、この春大規模リニューアル、はいはい、新たなフードコートやスーパーのレガネット久留米タミーがオープンします。中でも注目したのが、天神地区最大級の食堂です。確かに、ね、気になる。なるまず、新福岡ビルの場所です。 西鉄福岡天神駅そば、まさに福岡市天神の中心部、ど真ん中ですね、19階建てで来年春の開業に向けて建設が進んでいて、現在はこのような状況です。 その5階のフロアに食堂が開設されます<ー>西鉄と一緒に運営するのは中央区平尾でイタリアンレストランを手掛けるリングラッツェです筑紫、はい、女学園の学食なども運営していて、うん、自家製の食材にこだわるなど食への思いに西鉄が共感しました、うん、お高いんでしょうね <laughs> 客数は200席、6つの注文ブースから定食や丼ぶりなど食堂と言われてイメージするような料理が提供される予定です。えー、そしてカイラさん安心してください。い忙しく働く人たちのために数分での提供を目指していて、価格も1000円。うん